来いよ、こっちだ。寒。日が昇ってからにした方がいいんじゃないの？その方が暖かいし。ダメだ、待てない。何なのか教えてよ。どうしても見せたくって。そもそもなんで一人っきりで外にいたわけ？眠れなくてさ。あんたも？南に行けば行くほど平和って感じだよな。ねえ、このままメキシコまで行っちゃわない？考えたことはある。マニーの地元でしょ。ああ、でもあいつ絶対あることないこと言ってそう。そうだろうね。暗い中ここまで来たの？ああ、ほら来いよ。こんなことしてたら今日の移動でバテちゃうよ。すぐ着くからさ。メルは平気なの？ここ最近元気なさそうだけど。平気だよ。どうしたの？なんか変だよ。俺はいつもと同じ。おい、気をつけろよ。メルと別れるとか？あ、まさか。ありえない。うわ、のろけは勘弁、やめて。ダッシュしなきゃ無理。あんたができるなら楽勝。ほっぶの。はいはい、あんたは身軽だね。知ってる。ちょっと嘘。大丈夫。高すぎ。ほら。やば。おい、こっち見ろ。アビ、下見るなって。オーウェン、戻る時もここ通るの？恐怖を克服するチャンスって思えばいいだろ。あんたのこと蹴り上げてやりたい気分。お前、凶暴すぎ。ここ到着。待ってよ、あれって町？ああ、誰かに話した？まずお前に見せたくて。武装した見張りが町から移動してた。あそこに他にも拠点があるし、電気も通ってる、銃もあるし、人も多い。どうにかする。そうか。奴がいるとしてどうする気だ？例えば巡回してる奴から場所を聞き出して、あいつをおびき出してみるとか。ああ、そうか。当然あっさり教えてくれるだろうな。任せればいい。冗談だよな。じゃあどうすんの？ねえ、なんか変だよ。メルに子供が。ああ、
そっか。それだけじゃないんだ。じゃあお祝いだね。これを見たらみんな帰りたがるぞ。説得できるよ。でしょ。信じた私がバカだった。アビー、俺だってやりたいよ。でも死人は出せないな。やめて。ロッジで待ってる。どうでもいい。自分一人でもやる。監視所はそんなに遠くもないし。メルが妊娠？生きてる？かなりたくさんいる。邪魔。場所確認しなきゃ。どっから出られんの？
嘘でしょ。監視所はどこ？近くにあるはず。馬の跡だ。見回りはどこ？こっち。ついてくよ。
乗り戻さないの？ジェシーと？まさか。長い付き合いでしょ。ジェシーはいい人だし、ご両親も好きだね。これからもずっと仲良くしたいけど、マンネリ化しちゃってたし。なんで今までこういう話しなかったの？そうね。でも自分だって。キャットの話したことないでしょ？だって話すことなんかないし、彼女のことあんまり好きじゃなさそうだったし。何、興味なかっただけ。あ、そう。彼女アートの才能はあるんじゃない？そのタトゥーも結構気に入ってるよ。うわ、嬉しい。でもお似合いじゃなかった。なるほど。別に。キラリ、つないで。ねえ、いいもの見せてあげよっか。自分の顔って言いたいの？私の美貌にかなうものはないでしょ。はいはい、ほら行くよ。どう、この景色。悪くないね。このルートの特権。署名しないの？来て。バカ。誰とこのルート回ってたの？ジェシー？友人。へえ、友人とね。面白いやつだったよね。そうそう。あの人に配線の直し方とか教わったんだ。私もあんな73歳になりたいな。73まで生きられるならね。署名して。ここ何なの？ああ、電波塔だったみたい。ねえ、この水パイプ友人の？あれ、今持ってないの？ああ、持ってない。友人は切らせたことなかった。これでよしと。来て。
この先の町が終点。ほら。な、スキーロッジあった。トミーとジョエルのルートか。うん、そうだね。あれが町かな。大きい塔があるとこ？そこが次の監視所。馬のところに戻ろう。もしかして昨日も同じ服着てなかった？汚れてないから。気にしてないよ。ただのパトロールだし、おしゃれする必要ないでしょ。決まってるよ。どうも。お待たせ。行こう。死ぬなら友人みたいに死にたい。脳卒中で？違う。ほら、老衰で長生きするの。エリーが？ありえない。腕っぽすぎて。それ自分のこと？は？エリーは絶対雪の中でスニーカー履いてローションにかかって死ぬね。今日はブーツ履いてるし。家調べた方がいいかな。できそうだけど使えるものはありそうだね。ここってどんなとこなの？よくある無人の町ってとこ。感染者はここまで来ないんだよね。外周で見つけて倒しちゃうし。トレーラー最高。ちっちゃな動く家か。本当にこれに乗って旅行してたのかな。当然するでしょ。まあ感染が発生する前ならもちろん国中回っちゃうけど。海外に行くのもあり。そのうち行けるかな。ああ夢見るのはただ。やった、これ持ってない。これってエリーのハマってるスーパーヒーローカードじゃない？そうそう。ジェシーがよくカナダの話してた。カナダにある超巨大な滝を見に行きたいんだってさ。へえ、根っからのジャクソン子が。誰でも夢はあるでしょ。今夜の予定は？ああ今夜はジョエルと一緒に映画でも見ようかなって。仲直りしたの？うん。ジョエルと何の夢？お気に入りは？ああカーティス&バイパー2。私も前から気になってたんだよね。ええ、そっか。80年代のくったらないアクション映画。
ジョエルがハマってて。うわ、私も結構好きだよ。ディーナは夜何するの？何人かでこっそり抜け出してそり滑り楽しそうだね。うん、その後会わない？ああそうだね。じゃあギター弾いてあげる。オッケー。それってどんな話の映画なの？二人の特殊部隊員が悪い奴らをぶっ潰す話。確か2ではロシアのスパイと戦うんだっけな。思ったよりその映画興味あるかも。最悪、気温が下がった。どうどう、落ち着いて。感染者にやられたんだ。ヘラジカって何匹いたら殺せる？一匹じゃ無理。どこに隠れてんだろう。見つけてやろう。